ネブラスカ淳州は1854年5月30日から1867年3月1日まで存在したアメリカ合衆国の自治的領域、すなわち淳州である。ネブラスカがアメリカ合衆国の37番目の州として昇格することで淳州時代が終わった。ネブラスカ淳州は1854年のカンザスネブラスカ法によって設立された。 準州とはオマハだった。1864年に権限付与法が連邦議会で成立した。憲法制定会議の大議員が選ばれたが、この会議は憲法を作らなかった。2年後の1866年に憲法が起草され、投票に付された。この憲法は満票で承認された。しかし、憲法に選挙権を自由白人男性に制限している条項があった。 ために、ネブラスカが州に昇格するのがほぼ1年遅れた。州昇格のための1866年権限、付与法案は、アンドリュー・ジョンソン大統領の握りつぶし拒否権の対象となった。連邦議会が1867年に再招集され、ネブラスカ憲法で選挙権条項を削除する修正を加えるという条件で、新たな州昇格法案が成立した。 この法案もジョンソン大統領が拒否したが議会はその拒否を無効にした。オマハ氏は新しい州の州都になることを必死に望んだ。1854年以来地元の実業家がオマハクレームクラブを結成しオマハを州都に指定し続ける要準州議会を説得する計画の一翼を担った。議会議員に贈与する土地を確保しようという彼らの 積極的な行動は、スクリップタウンとも呼ばれ、ベーカータイモートン事件に対する判決で違法とされた。1858年1月、一軍の大議員が、ネブラスカ準州議会を不法にフローレンスに移動させ、議会議事堂で暴力的な騒動が起こった。オマハからシュートを動かすための法案に対する投票が、何度も行われた後で、ネブラスカシティ、 フローレンスやその他オマハ以外で招集された自治体からの大議員が小ゼリアイを演じた。州都を動かすための投票で多数票を得て全員が同意したにもかかわらず、フローレンス議会はネブラスカ準州知事を動かすことができなかった。オマハはネブラスカが州に昇格する1867年まで州都であり続けた。 1800年代初期から1867年までに、ネブラスカ巡州には、1806年に、現在のベルビューの地に設立された、フォントネルズポストを含み、いくつかの公益基地、鳥出及び、町が作られた。1823年の毛川公益記録に、初めて言及されている。現在のノースオーマウハのドッジ公園近くに、 マヌエル・リサによって設立された、リサトリデは1812年の創設だったが、リサはそれ以前にミズーリ川の上流であるモンタナやノースダコタに基地を設けていた。ランカスターの初期の村が1856年に作られ、後にリンカーンと呼ばれた。この時は、サラトガやサウスネブラスカシティ、フローレンスも作られた。1819年にアトキンソン・トリデが、 カウンシルブラフに作られた。1822年、ミズーリ川近くにサバンヌの交易基地が作られた。モルモン京都が1846年にカトラーズ・パークを設立し、ベルビューは1853年に調整が敷かれた。1854年にはアメリカ軍と先住インディアンとの間のトラブルからグラッタンの虐殺が起きた。 近くのオマハィは1854年に作られ、ネブラスカ式とカーニーは1855年に調整が敷かれた。影響力のあるブラウンビルとフォンタネルの街もその年に作られた。初期の新聞ネブラスカ巡州初期の新聞にはニュースを共有することと地域の開拓を促進することの2つの目的があった。1860年、巡州内には12の週刊誌。 二つの各週刊誌及び一つの月刊誌があり、全発行数は9750部に上った。1867年の終章閣の後で、新聞発行業が大きく拡大した。1819年に設立された、アトキンソントリでは初期毛川交易基地でもあったが、ネブラスカ巡州となる領域内では、最初の軍事基地の場所であり、最初の学校が建てられた場所でもあった。 ネブラスカ淳州内のその他の基地としては、現在のカーニーに近いカーニーとりで、現時のマクスウェルに近いマクファーソンとりで、現在のミッチェルに近いミッチェルとりで、現在はサウスダコタ州内となったランドール取りで、及び現在はワイオミング州内となっている、カスパーとりで、ハレックとりで、ララミー取りで、及びサンダーズ取りでがあった。ネブラスカ州の初期の境界には、 ルイジアナバイ州で入手した領域の大半が含まれた。各方向の境界は以下の通りだった。ネブラスカ巡州の創設の時、その領域はグレートプレーンズの北部大半、ミズーリーガーボン地上流の大半及びロッキー山脈北部の東側まで広がっていた。1860年代に新しい巡州が作られて、 ネブラスカ巡州は徐々にその大きさが小さくなっていった。1861年2月28日に北緯41度線の南、西経102度3部より西にコロラド巡州が作られた。1861年3月2日、ダコタ巡州が創設された。それまでのネブラスカ巡州領域から北緯43度線より北の領域をすべて取り、 さらに北緯43度線とケアパハ川とニオブララ川の間の現在はネブラスカ州の領域も取った。ダコタ巡州を創設する法律ではネブラスカに現在はワイオミング州南西部となっている北緯41度線と43度線及び西経110度3部と大陸分水海で囲まれるユタ巡州とワシントン巡州の小さな領域を含める条項もあった。 これらの領域は、ルイジアナ外州の一部ではなく、オレゴンカントリーの一部であり、1846年にアメリカ合衆国の領土になっていた。1863年3月3日、アイガホ順州が、西形104度3部から、西の領域をすべて取った。ありがとうございます。